最近サッカー引退しましたって。他の人より努力してるつもりでしたが、レギュラーになれず最後の試合にも出れず努力する意味って何でしょうか。まあ、努力のクオリティが低かったのかもしれないですね。努力に意味は確実にあると思います。だけどやっぱり努力の仕方が正しくないと、努力の量が少ない人に簡単に逆転されるので、スポーツは残酷なので、本当に正しいことを学んで努力する必要があるんです。物理的な問題なんで、運動って。だからただ一生懸命努力した人が勝つとは限らない。一生懸命さのその物量と正しさの精度の掛け算でスポーツの伸びは決まるので、それが両立してないと、努力は決してスポーツにプラスに働くことにはならないので、ちょっと勉強不足だったんだろうなっていうふうに感じますね。正しいことができなかったから正しいプレーができなかったんだろうなと思います。はい。だからそんなことぐらいで、その努力することの意味を疑うとかっていうのはちょっと違うなと思いますね。だから、この失敗を糧にして、はい、より正しい努力ができるように次の道では頑張るっていうのがいいんじゃないですかね。先ほど努力する意味について質問したものです。僕のチームのレギュラーは練習に遅刻したりサボったりする人がほとんどでした。でもその人たちは試合日出てて2年半毎日早く練習に行ってたのに試合に出ることすらできなかったことが正直納得できず、彼らが試合に出てる姿を見るとチームがやってることは何だろうかと思ってしまいます。俺スポーツやってる人もそうだけど、学校行ってる人も勉強してる人もそうだけど、別にサボったり遅刻したりすることと試合に出れる出れない関係ないと思うのよ。例えば遅刻したらペナルティで試合出せませんとか、もうそんな指導者俺も時代遅れだと思うし、サボろうがなんだろう、試合なんかなんでしょうね、練習遅刻しようが実力が上回ってたらスポーツの試合に出れるっていうのが一番シンプルじゃないですか。真面目さとかさ、チームに真面目に貢献したとかっていうことが評価の基準に入っちゃうともうめんどくさいじゃないですか。だからね、サボらずに遅刻せずに練習したなら、その人たちよりも上達しなきゃダメじゃないですか。そこが問題なんですよ。だからサボってる、まとめにやらないやつより試合に出したら仕事できないって思われてることがもうちょっと試合に出れない唯一の理由だと思うので、それかわいそうだと思うけど、真面目に出てたのに試合出してもらえませんでしたっつうのはかわいそうだと思うけど、いや分かんないよ、例えばそいつらがどんなプレーするのかも知らないからさ、何とも言えないけど、そいつらはもしかしたらあなたよりも家でヨーロッパのサッカーとかひたすら見て戦術を学んだりしてたのかもしれないし、自分のポジションでやるべき仕事をグラウンドであなたより考えてたのかもしれないし、他の選手たちにボールを出すときにどこに出したらいいかをあなたより考えてたかもしれないし、他の選手がボール持ってるときに自分がどこにいれば他の選手が動きやすいのか、他の選手からマークが外れるのかとか、そういったことをひたすら考えてやってた可能性があるじゃないですか。俺知らねえよ、その人たちのことも知らねえから。だけどその人たちを監督が試合で使ってるんだったら、あなたよりピッチ上でサッカーで点を取ったり点を取られなかったりすることにアジャストして仕事ができてるから出てるんだと思うんですよ。そこを育てるべきじゃない？真面目かどうかそこには関係ないと思います。